ゾウカブト属、ゴライアスハナムグリに次ぐ最重量級のカブトムシである。ただしこの体重は餌を多く摂取すれば、重くなりあまり摂取していなければ、相対的に軽くなるため、あくまで参考値でしかない。もちろん幼虫の体重もカブトムシの中では、最も重くなり、2 0 0ムくらいに達する個体もいる。角を含めない体全体の大きさと体重では、 ヘラクレスオオカブトに勝るだけでなく、メスの体長でも大きいもので80ミリメートル以上になり、カブトムシのメスとしても、世界最大の大きさである。巨体である分、木にしがみつく力も強く、カブトムシ中一番だとも言われる。巨体に似合わず、闘争性は小さく、おとなしいカブトムシだが、成虫の寿命は6から10ヶ月ほどで、ヘラクレスオオカブトに比べて短い。 幼虫期間は2から3年と長い。他の巨大なカブトムシ、ヘラクレソウカブトに比べても長い。エレファスゾウカブトアノビスゾウカブトアルゼンチン北部に生息する。また、パラグアイにはアッシュの MJ ペニャイが生息する。アクティオンゾウカブトメガソマ、アクテオンヤヌスゾウカブト。ありがとうございます。